その後はしっかりと0点に抑えてきています。有原、まあ、先発ピッチャーとしての役割はね、今日もしっかりと、はい、ね、務めてますよね。まあ、あの2回以降はお互いに、自分の持ち味を出したピッチングをしてますよね、はい、今日はもしかすると9回このパターンのオスナが行く可能性があります。あ、なるほど。ちょっと登板間隔が空いてる。あ、そうですね、ですから、はい、オスナを持ってくる可能性もあるのかなと思うんですけど、はい、数試合ですね、あの粘りとか、つながりですよね、これがですね、あのだんだんこうできてきましたんでね、まあ、得点もですね、あのその都度入ってますんでね、はいはい、ではライオンズの今日のバッティングオーダーをご紹介したいと思います。ファールボール、今この表情ですが、本人の気持ちを代弁すると、まあ、ちょっとボール気味を振ってしまったっていうような感じですよね。マウンドは噂はちょっと中途半端な感じでバットを当たって、止めに行って、ベルナドームでは8月19、20日にライオンズ夏祭り2023を開催いたします。プロ野球史上、プロ野球球団史上初のよさこいイベントや盆踊り、音楽とコラボした打ち上げ花火を中心に、縁日やさまざまなアトラクションなど誰もが楽しめるイベントが盛りだくさんの2日間です。今日は試合後、こちらのね、ゾンビの方々がイベントを行ってますか、まあ、ちょっとこう皆さん、ね、ひんやりとした空気をということですが、これだけ華やかに出てこないとね、そうですね。後ほど